はい、皆さんこんにちは。今日は皆さんにお知らせがあります。来週10月26日の土曜日の11時半からですね、ソフトバンクの名古屋店でアミティエ先生初の iPad セミナーが開催されることになりました。イエーイ初めての iPad セミナーです。今まで YouTube の、ね、視聴者さんから iPad セミナーやってっていう要望すごいたくさんあったんですけど、なかなかね実現してなかったんですけど、まあ、今回ソフトバンクの方から声かけてもらって、ようやくね初の iPad セミナーが名古屋で行われます。で、今回のセミナーなんですけど、11時半から16時までで、ずっと通しでやってるわけじゃなくって、30分のセミナーをですね1日に3回やる感じです。同じセミナーを3回やるので、この時間にぜひ空いてる人いればですね、ぜひ名古屋に来ていただきたいですね。で、1回のセミナーにつき40名までしか入れないので、先着順になるんですね。で、朝の10時から整理券が配布されるので、もしですね、早く来れる人は10時ぐらいに来ていただいて整理券を取っていただけると大変嬉しいなという感じです。で、今回のセミナーではですね、プロクリエイトを使って誰でも簡単におしゃれなハロウィンカードを作ろうっていうのがテーマなので、ぜひね、そういうのやってみたいなっていう人はぜひ来てください。はい、で、今日なんですけど、今日はですね、またちょっと別のチュートリアルをやっていきます。で、今日やるのは、この今画面に映ってるこのバナーです。このバナーの作り方を皆さんに紹介していきます。で、これは、昨日紹介した、キーノートっていうアップル純正のアプリで作りました。で、すごい簡単にできるんですけど、まあ、絵描いて、丸描いて、文字載せたっていうだけなんですけど、まあ、すごい簡単にできるので、今日はこれのバナーの作り方を紹介していきます。で、皆さんね、バナーとかね、iPad で作ってみたいっていう人いると思うんですけど、そういう人にはすごく役立つチュートリアルだと思うので、最後まで見てもらえると嬉しいです。はい、じゃあ始めていきます。で、一番初めはですね、ちょっとプロクリエイトで絵をまず描いていきたいと思います。プロクリエイト立ち上げて、右上のプラスボタンからスクリーンサイドで新しいキャンバスを開いていきます。で、何の絵を描くかというとですね、さっきのソフトバンクのこのお父さんのね、ワンちゃんの絵です。ワンちゃんって言ったらあかんのかなわかんないけど、で、この、イラストを描いていきます。で、このロゴはですね、ちょっとお借りしてるやつなんですけど、まあ、このまま使ってもいいんですけど、せっかくなんでちょっと自分でこのお父さんの絵を描くところからやっていきたいと思います。で、プロクリエイトの中に左右対称ツールっていうのがあるんですけど、それを使うとすっごく早く描けるので、それを紹介しますね。で、まずこのお手本となる画像のレイヤーの不透明度をちょっと 10% ぐらいに下げて、新しいレイヤーを1個上に追加します。で、この状態で左上の設定のところで、キャンバスっていうところを押すと、描画ガイドっていう項目があります。で、これをオンにしてください。で、オンにしたら、その下に編集描画ガイドっていうボタンがあるので、これを押すとですね、このガイドの細かい設定をすることができます。で、この中の一番右側、対称っていうボタンがあるので、これを押して、真ん中の軸になるところを決めてあげます。で、この場合で言うと、このお父さんの鼻のとこです。鼻の真ん中のところが軸になるので、ここに焦点合わせてあげて OK ボタンを押します。で、そうするとここ空のレイヤーにアシスト中って書かれてます。で、アシスト中になってると描画ガイドがオンになってるっていう証拠なので、このまま進みますね。で、この左右対称ツール何かっていうと、右側のどっかに何か書くと、同じものが左側にもこうやって左右対称になって反映されるっていうのが左右対称ツールです。で、このお父さんはですね、今この鼻を中心に全く同じものが左右に書かれてるっていう状態で、違うのはこのリボンのとこだけですね。それ以外は全く同じものが左右対称になっているので、このツールを使うとですね、爆速で書くことができます。で、使うブラシなんですけど、モノラインっていうブラシがデフォルトで入っているので、これを使います。で、ブラシの太さコントロールしてあげて、どんどん描いていくんですけど、直線を描きたいときは、こうアップルペンシルで線を引いてから、反対の手でどっかをタッチしてあげると、こんな感じで直線ですねを引くことができます。で、これを使うとすごく綺麗に描けるので、この感じでね、どんどん描いていきますね。で、塗りつぶししたいときは、左上のカラーボックスからポンって投げてあげると、簡単に塗りつぶしすることができます。
でこういうちょっとカーブしたところもですね一回線書いてギュッてホールドしてあげるとこういう綺麗な曲線に勝手に変形してくれます。で今回はですねモノラインっていうブラシ使ってこういう枠を縁取ってその中を塗りつぶしするっていう手法でやってるんですけど、めんどくさい人はモノラインの太さをですねめちゃくちゃ太くしてもう一筆書きでバーって書いてあげても全然できるので、まあそれはあの好みの問題ですね。今回はちょっときれいめに作りたかったので縁取ってその中を塗りつぶしするっていうやり方でやってます。で今回のこのソフトバンク名古屋店のセミナーなんですけど、お越しいただいた方はスペシャルオファーがあるらしいですね。何でしょうね、なんか iPad を購入検討いただいている方はスペシャルオファーがありますっていう風にお知らせが私の方に来てますね。あの詳しくはちょっと概要欄の方に載せておくのでぜひね興味ある人は見てください。でここまででこのお父さんの左右対称の絵のところは完成です。もうねすごいシンプルだから一瞬で描けちゃいましたね。でこっからなんですけど、このお父さんの首輪のリボンのところですね、ここは左右対称じゃないので、設定をちょっと変えなきゃいけないんですね。で描画アシストをこれオフにしなきゃいけないので、その時はですねここクリックしてあげて、今描画アシストっていうところがチェック入ってるのでこのチェックを外してあげます。でそうするとこの左右対称がオフになるので、片方だけ描けるようになるので、ここは最後ちょっと仕上げで描いていきます。はい、でこんな感じでお父さんのイラスト完成です。かわいいですね。で、これ書き出ししてキーノートの方に持っていくので、背景は透明にしてあげてこの状態でピング書き出しします。で書き出すときは左上の設定のところから共有ボタンです。でピングっていうところがあるのでこれで一旦保存します。でここからですねキーノートの方に移っていきます。キーノートも同じように右上にプラスボタンがあるのでここから始めます。でこのサイズですね、画角を選べるんですけど、今回はですね標準っていうこの4対3の画面のサイズでやっていきます。で一番最初開くとこうね文字が載ってるのでそれ削除してあげて、最初背景の色をここで変えていきましょう。背景っていうボタンがここにあるのでここから色を変えれます。でグラデーションとかカラーとかなんかいろいろあるんですよ。でグラデーションはこの端っこと端っこの色のをね自分で好きなように選べたりするし、あとはあのカラーピッカーで自分でカラーを選ぶこともできます。で今回はここのカラーピッカーからちょっと赤のね濃いめの赤にしようかな、ちょっとお父さんが映えるような感じにしたいので濃いめの赤に作っていきますね。でここからさっきのお父さんのイラストを配置していきます。プラスボタンを押すとカメラロールの中から自分の画像を選べるので、ここでさっき書き出したピング書き出ししたお父さんを配置します。でサイズとかも自由に、変形できるのでここで配置して、で次丸ですね、あのお父さんの背景の丸楕円を作っていくので、その時はプラスボタンから図形の、タブを開いてここから楕円形を選択します。で色も白に変えます。で今この楕円形がお父さんの手前の方に来ちゃって隠れちゃってるので、その時は配置タブでコントロールします。配置タブでこうやって後ろに楕円形を持っていってあげることができるので、ここで、調節して、で次グループ化します。でグループ化は1個前のキーノートのチュートリアルでもやったんですけど、まずベースとなるオブジェクトを1個選択して長押しした状態でもう1個のオブジェクトを選択してあげると、こうやって2つ同時に複数選択できるので、この状態でグループっていうボタンを押すとグループ化されます。でグループ化するとこうやって一気にオブジェクトをサイズ変形させたりすることができるのですごい便利です。で次テキスト追加します。テキスト追加はプラスボタンからオブジェクトタブの中の基本タブの中にテキストっていうところがあるので、これを押すとテキストが現れるので、ここでねどんどん打っていきます。でここからもしスマートキーボードを持ってる人はですね、スマートキーボード立ち上げて、キーボードでね打っていった方がかなり早いので、そこはあの臨機応変にやってください。
で、これ今11時からって私打っちゃってますけど、これ間違いですね。ごめんなさい。正確には11時半から16時までですね。最後気づいて直したんですけど、この時気づいてなくて、11時って打っちゃってます。11時半からです。皆さんお待ちしてます。で次、四角形のベタを後ろに敷いてその上に文字を載せるっていうのをやっていくので、まずこのオブジェクトの中から、角丸の四角形があるのでこれを選択してベタを敷きます。で白色に色を変形して、でここでちょっとティップスなんですけど、この角丸の、どれだけ丸まってるかみたいなのはですね、ここに、緑のチョボがあるんですけど、ここをですね左右にスライドしてあげると、この角の鋭利さみたいなのをコントロールすることができます。なので今回はちょっと丸、結構丸まった感じにして可愛らしく作っていきます。はい、でこんな感じで文字のところ完成になります。文字と一緒にねこういう直線だったりとか四角形をねうまく配置してあげるとデザイン的にもちょっとおしゃれになってくるので試してみてください。で最後この文字自体もですね全部グループ化して、移動しやすいようにします。でグループ化の方法はさっきと同じように1個選択してその状態で長押しで違うオブジェクトをポンポンポンって、タッチしてあげるとこうやって1個のグループになるので、その状態で移動させてあげてください。で最後です、最後はねちょっとサインを書いて終わりたいと思います。サイン書くときはこのプラスボタンの一番右端の項目の中に描画っていう、タブがあります。でここを押すと手書き文字を入れることができます。でここにねブラシとか出てきて色とか選べるので、今回は白を選んでサクッと書いていきます。はい、ということでこんな感じで完成になります。どうでしょう、いい感じじゃないですかね。この私のキーカラーの赤とお父さんのねちょっとコラボ感が出て、自分的にも結構満足な仕上がりですね。で、これぐらいのね簡単なバナーだったら iPad でも作れるので、皆さんぜひやってみてください。はい、ということでね今回11時半から皆さん名古屋でお待ちしてますので、先着40名様ですね。このワンセミナー40名様しか入れないので、ぜひねちょっと早もん勝ちになっちゃうけど、皆さん来ていただけるのをお待ちしてます。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。ぜひねこの動画が良かったらいいねボタンもお願いします。ということで次回の動画もお楽しみに。バイバイ。